こんにちは。新鮮堂薬局、鈴木邦明です。自分のことを 自慢という意味ではなくて、褒めてあげたいなって最近思うような記事ばかり出てきて、本当に 嬉しいんだけど、嘘みたいだなって、自分が生きてる間にこういう類のね、記事が出てくるとは思わなかったし、で、自分で人にひどいこと言われ続けたけど、気にもせずっていうと、ちょっと言い過ぎなんですけど、でも、基本的にはね、こんな長く言われてたので、気違いって言われてたので、もう慣れっこになっちゃって、完全に麻痺しちゃってるっていうのが現実なんですけど、とにかく千島学説というものにも出会えたおかげで、うちの子供たちは基本的に、インフルの予防接種も受けたことなかったんですね。で、基本的にっていうのはな、ちょっと長女が、就職した年に会社で強制的に打たされたんですよね。その1回だけなんですけど。それ以外はね、もちろん私も、小学校の時は強制だったんですけど、それ以降はやったことないんですけど、これ自体がちょっとね、これね、もしかしたら消えちゃったのかな。消されちゃったね。存在しないという証明が出てたんですよ。で、それまだイーロン・マスクさんが、会社が前だったんで削除されちゃったんですね。で、とにかく、これだと分かんないですけどね、千島学説のこの本、ちょっと高いので、わざわざ買わなくてもいいんですけど、それと、このインフルが詐欺だっていうことも、これをちゃんと理解すれば、分かるんですけど、ちょっと専門的な知識がないと、難しいので、わざわざね、今からいろんなことが本当のことが出てきますので、今までみたいにね、これは本当なのか、こっち側はこういうこと言ってるけど、こっちはこういうこと言ってる、どっちが本当なんだってことで、その中から自分で答えを出していくみたいな余分な努力がいらなくなるので、知ってるレベルでいいんじゃないかなと思います。とにかくウイルス細菌とかっていうのがもう基本は詐欺です。で、その上で、私も本当皆さんがね、減塩というものをやってることに、気がつかないで、ずっといつだかな、とにかく令和になってからですよね、皆さんが皆さんというか世間が減塩というものをやってるっていうのを知ったのがね。で、とにかくこの記事が出てきたので、減塩で健康には嘘でしたっていう。お医者さんがちゃんとそういう記事を出して書いて、それが、ちゃんとプレジデントオンラインで、紹介されているので、もうこれはもう完全にね、医師会が終わったってことですよ。製薬会社もと政治家と医師会がもう終わったということで、西洋医学の崩壊ということに、なります。もうそのぐらいにこれは皆さんの体調を悪くしていました。で、その中でもね、最も、顕著に現れる、これがもう減塩のせいだっていうのが分かるのが、尿トラブルです。で、本当に女性の尿漏れって多いみたいですね。尿漏れ、頻尿、夜尿、の原因の多くはもう、減塩です。だから、本当、もし、思い当たる方はですね、今日から早速、ちゃんとした塩を取るようにしてください。で、塩っていうのは食塩ではないですからね、海の塩なんで、その辺をお間違えならずに。ヌチマースのことについてはね、たまに聞かれるんですけど、ヌチマースはね、僕は塩というよりは、塩プラスミネラルを強化したサプリメントだと思ってます。だから塩という位置づけの中に私が入れるかって言ったら、塩という形よりも、サプリメントとして1日1回取るという感じ
で、塩として使うのならば、料理とかに使うのならば、ヌチマースでないものの方をおすすめします。ない方がいいという意味ではないです。ヌチマースはとてもいいです。はい。だから体温低いとかっていうような人は、ヌチマースいいんじゃないですかね。はい。まあ、とにかく、塩、どの海の塩を使っていいか分かんないって方は、当社のラメールっていうのを使っていただければいいかと思います。とにかく、それ肝心な、減塩嘘っていうやつなんですけど、減塩味噌に減塩バターと、塩はとかく悪者に扱いされ、塩を減らすのが健康的だと信じられています。厚労省も言ってきたと。それぞれの言い分によると、塩で血圧が上がり、血圧が上がると心筋梗塞や脳卒中になり、早死にしてしまう、そういうお話になっています。ところがこのお話、よく見るといろんなところがおかしいのです。実際に日本人は平均1日 10.1g の塩を食べています。なぜか日本人が長生きだという事実です。実験したんですね。白人で、塩を 4g に減らすと、白人は上の血圧が1ミリほど 1下がったと、黒人は4下がったと、アジア人は1.5下がったと。で、140だったら138.5になるってことですか。ただし誤差を考えると、実は上がるのかもしれない。減塩で血圧が上がるのか下がるのかは分からないという結果でした。最近は医学論文を何でもかんでもエビデンスと言って、都合のいいところだけつまみ食いするのが流行っています。 ね、なんかテレビなんでもエビデンスエビデンスって一時言ってましたよね。で、それなんか聞いちゃった、洗脳された方々が何かの情報を言うと、エビデンスはって言うんですよね。まあ、減塩したければ、勝手にしてればいいのに、暇人だなと思います。これ、お医者さんが書いてる記事ですからね。だから、塩は血圧を上げるはずだと思ったとしても、実際に血圧は上がらないという事実は動きません。減塩をしても血圧が下がりません。血圧が下がらないので、病気を防ぐこともありません。減塩の効果はあまりにも小さいので、ほとんど意味がありません。高血圧の人であっても、減塩をしてもいいことはないのです。高血圧の人が減塩をすると血圧は下がるという細かくどうでもいい豆知識を振りかざしては、減塩に健康効果はないという大局をごまかそうとしてきます。騙されないために、あえて無意味なことを無意味だと説明しておきました。この記事、これで終わってるんですよ。騙されないために、あえて無意味なことを無意味だと説明しておきました。 まあ、これ以上の説明はいらないので、塩はちゃんと取った方がいいということです。はい。で、もうちょっと減塩について、対応腸にどのように影響するのか、もうちょっと詳しく知りたいという方は、これ PDF で読めるようになってますので、ダウンロードしてください。私がいつ書いたんだけどか、その皆さんが、世間が減塩醤油っていうのかな、確か減塩醤油っていうのをお客さんに聞いて気づいたんですよね。あれ、減塩醤油っていうのあるんですよね。で、それともう一つは、減塩醤油、そうだな、減塩醤油というものをそのお客様が使っているということに、まあ、世間話の中から出てきて、それで皆さん、世間が減塩というものをやり始めて、もう20年とかって経ってるってことに、やっと気づいたっていうことなんですけどね。まあ、とにかく、もし、減塩のことについての、こういうめまいと足くらみ、片頭痛とかね、関節痛、片頭痛も多いですね、原因によってね。はい。まあ、特に多いのは片頭痛と、あとはやっぱりさっきの尿トラブルですかね。はい。まあ、そういった方々は、ぜひ、まあ、こっちをわざわざ読まなくても、塩ちゃんと取ればいいっていうだけの話ですけどね。はい。今回の話は以上です。ありがとうございました。